解像度の高いあやかしだね。なんか珍しくにゃんこ先生が敬われているぞ。ああああ、やっぱりしてる。こういう幼馴染なのかわいい。いやめっちゃいい。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは夏目友人帳6第8話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました夏目友人帳ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第8話です。終盤に入っておりますよというわけで、まあ前回玲子さんの話がありまして、もう玲子さんがどんどん好きになっているけど、玲子さんのなんかやっぱり真実がなかなか明らかにならない。こんなことがあったんだよ、あんなことがあったんだよ、思い出だけが宙ぶらりん、周りの形を取る、どうやって生きてきて、もう結果どうなったの、幸せになれたのっていうところがわからない。ところどころ幸せを感じていたのかなっていうところしかわからない。まあなんか今回は本当にね、なんかめちゃくちゃいろんな人のこの思い出をたどりながら、なんか関係性を整理する回になってるので、また新しく今回どんなキャラが出てくるのか、どういう風に振り返っていくのか、関係性を見直していきましょう。グッズが発売しています。それでは見ていきましょう。よーいスタート。行きましょう。レッツゴー。夏目友人帳6。のばかりかりあー、ここのやっぱり着物玲子さんもクソ可愛いんだよな。なんかでもよくキャラクターを練ってるよね。もうなんか玲子さんってもう目離せないじゃん。玲子さんと夏目はここまで、まあ多分書いたからこそっていうところでもあるんだろうけど、玲子さんと夏目に関してはもう目離せないよね。結末を見ないといられない体になってる。うららフロリアがしてた。これで合わせていただけたらと思います。なる残る。いやー綺麗、めっちゃ綺麗、マジ綺麗、半端ない、最高。はいはいはい、間に合った。危ないところだった。この地域は3時間に1本しか停車が来ない。お、イケメン。タバコ？渋いな。雨か。柴田と同じ学校？一個下。What？ 手紙の主。ああ、なるほど。ん？どういうこと？あやかし？あやかしが手紙？うん。ああ、そうなんだ。あ、でもか、で、わ、ん？どこに通ってるかもわかんない。青い。はいはい。まだいるんだ。マジかよ。あやかしだったらパンチできるんだけど。夏目パンチで。うん。見つかったとしても。今さら？ああ、もう女の子だっていう前提で話してたわ。ピンクだったし。うん。ん？あ、あやかし？あやかしか。すごい解像度の高いあやかしだね。すいません、持病の尺が。まあ、めっちゃ人っぽくない？園川薫、高3。そっちもあやかし？うん。あ、そうなんだ。見える側の人。あー。なるほど。ん？どういうこと？ああ、ちょっと好きになったっぽいな。ああ、まあ忘れられないんだね、葵からしたら。うん。何？あら！大だぬき。夏目。カラスか。タヌキじゃないですよ。スコティッシュフォールドです。森守り。おう。なんか、珍しく、にゃんこ先生に、にゃんこ先生に従ってるな。お？お？え？そんな強い？あ、ちょっと機嫌がいいな、多分、にゃんこ先生。追っ払う。なんか、大将らしく見せてるな。重そう。白だぬき。すごいな。なんか珍しくにゃんこ先生が敬われているぞ。周りからはすごい舐められているのに。豚猫だの、スコティッシュフォールドだの。スコティッシュフォールドは敬われてるわ。鳥のような。うん。で、人の形になったの？はいはいはい。うん。あら。そんなことを言うなんて。うん。うん、ああ、だから縁を切ったね。うわあ。そうか、これは。ああ、そうか、なるほどね。まあ、はっきり言うと。そう。まあ、恋か。うん。そうなんだ。すごい、でも人間の形は保ってるもんな。揚力が高いものって、でかいか人間っぽいかって感じがする。うん。そうね。別のあれを見出すためにみたいな。あ、すごい。早技。寿？お？結婚するの？お金持ちなの？え？もっと年？そうか。あやかしの廃屋のポスト。うわ、一番上。すごいね。まだなんか入ってるけど。葵ちゃん元気。踏ん切りをつけるためか。ああ。そうね。まあそうね。でも同じ見える人だもんね。会いたいよね。そうだね。もう踏ん切りをつけるためじゃなくても、会って、現状を見てほしいよね。おっ。あ、マジ？マジンガー？違う？ちょっと見たいな。あ、ぽい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 。ぽいってぽいって。ぽくない？先生。そうね。でも同じ？性格が変わってるから。あああああ、やっぱりしてる。あはははあ、やっぱり同一人物だ。あれはどうなんだ。嘘嘘、あ、嘘か。捕まえる。うわー、でも一緒にいたいんだ。あー、なんかああ、あ、実はいる、いっぱい。ああ、人だと、あ、ああ、まだ人間だと思ってるんだ。そう。あら。何？こういう幼馴染なの？かわいい。かわいい幼馴染。痛い。違う。ああ、こうして関係性が出来上がったんだ。ああ。けどもう見ちゃってるんだね。人の世界にそこで縁を切ったって言って消えちゃったんだ。でも、そう、でも、葵の気持ちわかるよな。でもこれ以上言ったら戻れない域まで行っちゃうもんね。ああ。捕まえる。すごいな。愛だな。小松さん？声優さんは。ね。まあでもこれがだって。おう。そうか、長くは。ああ、なんかもう燃やしちゃうの？なんか好きがゆえに、なんかもうまた葵ちゃんどこにいるの？切実に思ってくれてるけど。どう着地するとりあえず薫さんの作戦にそうね、素直に感情をあ、どうたか？違うわ。また先生、にゃんこフラッシュ先生優しい。なんかシンプルに敬意を表してくれたから今回は大サービスだね。ああ、先にゃんこフラッシュ効かない？夏目パンチオッケー。そうね。そうだよ。わかる。この中？あ！捕まった。カオルさん。いなくなってずっと悲しかったんだ。ああでも先生、そうか、アメももらったやつ。あら、あ、そうなの。わお、にゃんこ師匠。わあ老鷹様。ああ、いいね、いい言葉だね。そうね。うわあ、なんかいいな、なんか。ああ、そうかもね。ああ、こう。葵ちゃん。いや、めっちゃいい。今まではさ、結ばれないが絶対だったじゃん。生きてる時間が違うから。でも、それでも、カオルさんは一緒にいたいって言って、結ばれたわけですよね。いつか別れて泣くかもしれないけれども、それでも一緒にいたいからっていう。なんかこうさ、今期柴田の話をやってさ、なんかやっぱり柴田とね、紫のその話をやって、ああ、結局あやかしと人間っていうのは同じ時間にいないんだなって思っても、この話でまたさ、同じ時間、生きているのは同じ時間なわけですよね。時間軸が違うだけで、世界がちょっと違うだけでっていうさ、時の流れだったりなんだったりは違うけど、少なくとも一緒に過ごした時間っていうのは同じ時間だったわけで、いろいろと考えさせられますね。見え方が変わりますね。玲子さんと他のあやかしとかもさ、やっぱり時間の流れが違うから、あれ、もういなくなっちゃったのってなっちゃったかもしれないけど、夏目のモノローグもすごいいいよね。もうめっちゃいい、この話もなんかもう、正統派にもう恋愛をしてるって感じがして、めっちゃ良かった。あ、心がキュンキュンしましたわ。流れゆくわ。おう。おめん？あら、タヌキ、本当にタヌキになっちゃった、にゃんこ先生。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、最高ですね、夏目友人帳。たまらないわ、もう本当に。何なのこの作品。もう好き、本当にいいわ。なんか、やっぱりいいよね、見てて。いや、もうちょっと、いや、今からでもいいから記憶消して一期からもう一回見たいなっていうくらい、やっぱりこの6期の完成度の高さっていうのがえぐいですね。なんか今までの振りがあってからこそじゃん、もう今回の話なんか特に、やっぱりさ、今まではさ、あやかしと人間がさ、こう交わってくるみたいな、そういう話はあったよ。でもやっぱり時間の流れだったり、住む世界のこの差だったりで、切ない気持ちになったわけじゃないですか。特に夏目はそれを間近で見ているわけですよ。常にやっぱり特異点的存在だから、あやかしの世界と人間の世界を繋ぐ。そういう存在だったからこそ、やっぱりあやかしと人間ってね、こう世界を交わることのできないっていう切ないものなんだなみたいなものを見てからこそ、やっぱりこの話を見るとそれでもいいじゃないと。やっぱり時間の流れが違う、やっぱり時の流れは全然違う。あやかしは長く生きるかもしれないけど人間はすぐ死んでしまう。それでも過ごしてた時間っていうのは変わらず同じもので大切で尊いものなんだなみたいな。いやもうマジでたまんない。本当に良かった。今回もうマジで心来ちゃったわっていう感じですね。いやだってさ、やっぱりそう、柴田の話もそうだし、あれこそやっぱり玲子さんと遊びたい妖怪いたじゃん。なんだっけ、アマビエみたいなやつ。なんだっけ、日高か。日高とかも、やっぱりね、玲子と遊びたいなって言ってももう死んじゃってるってなったりだとか、やっぱりこう、会いたいってなった時にもう死んじゃってるケースとかもあったりするから、やっぱりこうね、抱き合わせるというか、このやっぱり繋ぐっていうのは正解でもあり不正解でもありっていうところで、でも本人たちがいいならそれがいいんじゃないかみたいな、そういうなんか見てて考えさせられるものがありましたよね。やっぱり時間の流れが違うから、こうやって一緒にいることはやっぱり後々辛いことになっちゃうかもよみたいな雰囲気になるかもしれないけど、それでもやっぱり2人はこう結ばれるべきだったと思うし、それでも思ってくれたからこそっていうところでもあるしっていうところで、なんかさ、今まではさ、なんかやっぱり切ない結果に終わっちゃうよねみたいな雰囲気がすごい多かったけど、やっぱり今回でまた新しい回答ですよね。交わる世界だってあったっていいじゃないと。人間とあやかしが同じ時間を過ごしたっていいわけですよね。いや、いろいろと思うところがあるわ、本当に。いや、もう本当になんか、やっぱりいいね。こういうやっぱり世界の見え方が変わる作品って本当好きなんで、やっぱり見ててすごいあったかいなっていう気持ちになりますね。いやー、二人いいなー。なんかでもさ、なんか人間感覚で恋愛してる感じがいいよね。なんかこうさ、結婚するんだよなんて嘘ついてさ、こう呼び出してさ、捕まえちゃおうなんていう風に思ったりとかするさ、カオルさんめっちゃ可愛いし、それでやっぱりキチャは葵も可愛いよね。なんやかんや、なんかやっぱり人間と一緒にいたから、割と尺度が人間寄りになってんのかなっていう風に思うよね。なんかさ、あやかしってさ、やっぱり、ね、人間とは全然違う存在で、絶対的にもやっぱり相入れない存在ではあるんだけど、割とやっぱり人間らしさみたいなものを持ってるからこそ、すごい愛着が湧くというか、なんか感情移入しちゃうよね。葵いいんだよ、正直になってもいいんじゃないって思うけどさ、でも、やっぱり葵に感情移入すると、やっぱりちょっと悲しませる結果になっちゃうかもしれないっていうか、やっぱりあやかしと人間って違うから、自分でこうね、自分に縛り付けるのも良くないっていう、やっぱり人間なら人間なりの幸せがあるはずだっていう、これあやかしから見た人間への偏見にも近いところではあると思うんだけど、そういうものも若干感じて、なんか愛があるからこそすれ違っていたかもしれないけど、ぶつからないとそこは確認できないわけですよね。それでもいい、悲しむことなんてないみたいな。まあ悲しむのはどっちなのかなみたいな。葵が悲しむことになるかもしれなくても、でも葵は多分それでいいと思ったと思うし、いいよね。なんかこう別れをこう怯えるよりも、今一緒にいれることを喜べるような関係性にまたなりたいみたいな、そういう締めもいいし、改めてにゃんこ先生が今回敬われていたので、すごい珍しいケースでしたが、はい、良かったんじゃないでしょうか。またここで縁ができたよね。ロータカさん結構やっぱりでっかいあやかしなんじゃないの。そこら辺の一派ともやっぱりつながりができたっぽいので、なんかまた、やっぱり7期、8期、9期あるのかわからないけれども、その先になったらまた会うことが出てくるのかなっていうところで、非常に楽しみになってまいりますね。いいね、いいね、めちゃめちゃいいな。やっぱり今までやっぱりあやかしと人間ってやっぱり結ばれそうで結ばれない存在だよねみたいなところが多かったりだとか、結ばれた結果ちょっとやっぱり切ない結果に終わっちゃってるよねみたいな、あやかし側が取り残されてみたいな、そういうケースが多かったけど、やっぱりこの今生でこうやっぱり結ばれる瞬間みたいなものを見て、すごい興奮してしまったね。でもやっぱりこれからこの思いっていうか、時間は絶対変わらないと思うから、その時間を増やして大切にしておいてほしいなっていう風に思うよね。はい、というわけで応援したいと思います。以上、夏目友人帳6、8話でした。バイバイ。良すぎるて。